やあみんな、元気かい？俺は早川健、さすらいの私立探偵さ。親友の飛鳥五郎を殺し男を求めて日本中を旅しているんだ。いろんな奴と戦ったが、未だに目指す奴とは会えないでいる。これからそんな戦いの一つを見てもらうわけなんだが、画面がほんの少し見にくいかもしれない。まあ、勘弁してほしい。それじゃ、またな。やめろ、お姉ちゃんに何をする。邪魔しい。危うし少女、めかけの恐怖。いい。君のその涙でいい。女や子供をいじめるってな、感心しねえな。ジャラジーやっちまえ。てめえ何者だ。地獄から来た渡り鳥、私立探偵早川健。解決のデギ。ズバッコ解決、ズバッコ誕生、ズバッコ解決。地獄が見えたあの日から、俺の体を吹く風は復讐の風、熱い風、追って追い詰めて、ズバッと誕生、ズバッと解決。友よ見て消えくなるうち、俺は解決の天気。説教どうも。私は佐藤由里、弟の太郎です。私立探偵の早川健です。ところで、さっきの奴ら。あいつらいつもお姉ちゃんをいじめるんだ。特にあの黒川ってやつが。太郎ちゃん。黒川っていうと、あの市会議員の。そうなんです。その黒川が私をおまかけにしようとして。黒川は手下に若竹組の沢村っていうヤクザを使って、このところ毎日嫌がらせするんだ。おじいちゃんだってあいつらに殺されたんだ。黒川は実は悪の組織バッカーの幹部 M なんです。この町の人はみんな知っているんですけど、みんな怖がって、おじいちゃんがあいつらに殴り殺しにされた時だって誰も。バッカーの M。 俺の親友飛鳥五郎を殺した男がこの町にいるのかも。飛鳥よ、そうなのか。早川さん、若竹組の事務所ってのはどこですか。まさか、危険です。やめてください。その必要はねえぜ。貴様か、早川とか言うのは。こいつです、ボス。この野郎は貴様もいろいろ使えるそうだが、おいでなすってな、やっぱグリーの嬢さんよ。俺を知っているのか。ええ、有名ですからね。若竹組の用心棒で刃物使いの名人。ただし日本じゃ2番だ。なんだと。じゃあ日本一は誰だ。面白い。どっちが一番か、このやっぱで勝負だ。あの的にやっぱ多く当てた方が日本一だ。はあ。
今度はおめえの番だぜ。俺はこれ一本で十分だぜ。いや、もうこのキザ野郎やっちまえ。早川さん、性的な。え、ということは。レジャン。なんだこの前科は。はい、スイッチオン。なんだあれは。スカッと参上。ガッと解決、人呼んでさすらいのヒーロー、解決の天気。の天気だと。確かにの天気な野郎だぜ。罪なき町人を怯えさせ、ゆりさんのおじいちゃんまで殺し、天津さえゆりさんまで毒牙にかけようとした黒川、いやバッカーの幹部 M、貴様だけは絶対に許せん。の天気。スカ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 スいなかった。うん。打て。ノーテンジャンプ。ノーテンキック。スカ。ノーテンアタック。うわあ。うん。グイ。うん。うん。二月2日、アスカゴロウという男を殺したのは貴様だな。しゃん、貴様だな。あの日俺は本当で豚まんを食っていた。嘘つけ。本当だ、嘘じゃない。ノーテンフラッシュ。この町にもお前を殺した男はいなかったぜ。行かないで。ノーテンキー。ノーテンキー。行かないで。ノーテンキー行っちゃった。早川さん。ノーテンキーの正体は早川さんだったの？そうか、やっぱり早川さんはノーテンキーだったのか。そうじゃないかと思った。
壊すぞ地響き立てて吠える大獣大怪獣わと間違いない時間しか迫る帰ってきたぞ帰ってきたぞ帰ってきたぞI'm sorry.